こんにちは、まさに6494です。今回はですね、晴れの日元社長が、銀行から3500万詐欺した事件についてお話ししていきたいかなと思います。客観的な意見と自分の意見ですね、感想ですね、お話ししていきたいかなと思います。で、客観的な意見としては、っていうか3500万とかそういう詐欺とかどうでもいいけど、今年の成人式の着物送ってこないで超迷惑したんだけど、どうするつもりなのそっちみたいな話と、っていうかそれがメインですね、基本的に。この方は、この方というかこの会社ですね。ですね、まああと、まあそう、本当に見た感じ、そうですね、そんな感じですね、基本的に。で、自分の気持ち、感想としては、まあ今回の3500万銀行から借りたけ借りて詐欺かの話で言うと、まあ根本的な話から言うと、まあ、借りたものは返さないとダメですよねっていう話と、まあ、嘘ついちゃダメですよねっていうお話かなと思います。で、まあ銀行ってちょっとちょい前ぐらいは印象が悪くて、融資の件で金返してこなかったら脅すとか、もう貸さないとか、すげえ大きな金額を貸し付けてっていうね、そういうちょっと悪い要素もあるんですけど、まあ最近はすごい調べてそういうことが起きないようにしてるみたいですが、まあそういうこともありつつ、まあ基本的にはまあ、成人式の前日っていうか前の結構直前期に倒産、計画倒産だったのかな、まあ、倒産して、着物予約とか前払いしていったのに着物が届かなかったっていう話ですね。まあ、正直、まあ、お金というよりもその人生で1回の成人式の振り袖着物姿っていうのはお金には換えられないものなので、まあそういうところで起こってるっていうことかなと思います。まあ私は男なので着物というよりもスーツで普通に行ったんですけどまあ女の子にとって一生もののイベントなので、まあ怒るのは無理ないでしょっていう話ですね。で、もし倒産するんだったらもっと前の段階で言うべきだなとは思います。ちょっと悪質ですよね今回のは。もっと前段階から分かってるはずなんだけどね、本当は。まあ、このままと倒産してしまうと。だけど、まあ、倒産するんだったら金集められるだけ集めて倒産してしまえ的な感じのように見受けられるなっていう感じですね。まあ、本当に、まあ被害者側から見ると本当にうわこれきついわっていう感じですね。もう直前じゃなくて1ヶ月前だったらまだ1ヶ月でなんとか着物を買ったりとか揃えられるかなと思うので、ちょっとね、今回の事件があったきっかけでまた来年の成人式の振り袖とかの注文とかいろいろなんかありそうなので、あれなんですが大変そうなので、なんか潰れるかもしれないから2つぐらいちょっと囲っといてみたいな、ちょっとめんどくさい作業とか増えちゃうと思いますけど、まあ、女の子にとって結婚式とか成人式とか七五三とか、まあ、あと高校入学とか大学入学とか、まあ、入学式はまあ男女ともにあるとは思うんですが、まあ、女の子にとってはねすごい
ビッグイベントというか一つの節目というかなので、ちょっとこれはいただけないと思いました。完全に自分の娘がもしいて、二十歳の娘がいて、二十歳の娘いたら俺何歳で結婚してるんだみたいな感じになっちゃうんですけど、いたとして、もしそういうことになったらもう最悪ですね、激おこですね。はい、なのでまあこういうこともあるよっていうことですね。まあ本当に今年の成人式のちょっと被害に遭った女性の方はすごい、まあ、ご家族の方も含めてなんですが、すごい、怒りだなっていう感じですね。はい、まあ、なんだろう、まあ、その日が正式人式として終わっちゃったんですけど、まあ、成人式代わりの日みたいな日を設けて、また改めてっていうことができたら、できてればな、よ、いいなと思います。思いました。はい。ということでですね、今回は、晴れの日の元社長が、3500万詐欺した事件について、ま、これがちょっと形として、最初の題目としてしてるんですが、まあ、その中身としては完全に、計画倒産的な感じで、成人式の被害に遭った女性の方についてちょっとお話しさせていただきましょう。では、ご視聴ありがとうございます。この YouTube 動画では雑談、本格配信、ゲーム配信を主にやっております。また引き続き頑張っていきたいと思いますので、よろしかったら上にあるチャンネル登録ボタンをポチッとお願いいたします。あとグッドボタンよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。じゃあね。